どうも、つぶつべです。日中はすっかり春の気温になっております。ハウスの中はもう春を通り越して初夏の気温と言ってもいいほど今日は暑いです。秋から冬にお世話になった白いパーカーから白い長袖 T シャツに着替えております。気温が上がり朝晩の最低気温も5度以上になってきたら楽しみなのが水やりです。春の多肉ごとの楽しみの一つ、水やりですね。つぶつぶ多肉たちがお水を欲しがってくれて、そしてお水をぐんぐん飲んでくれるこの喜び、めちゃめちゃ楽しい。植物を育てたことの経験のない方は、植物の水やりそんなに楽しいの?と思うかもしれませんが、めちゃくちゃ楽しいんですね。シュワッとなった多肉たちがお水をあげることによって、ふっくらふっくら日に日に変わっていきます。あげた瞬間も楽しいんですけどね。可愛らしい子猫や子犬が美味しそうにご飯を食べている、そんな感じにも似ていますね。夏にキュッとなった多肉たち、お水をぐっと我慢していたのですが、春になってあげられる、めちゃめちゃ幸せ。それではそんな幸せな春の水やりのコツお届けします。それではまずは多肉たちの様子を見てみましょう。まあ、土がしっかり乾いたらたっぷりあげるで大丈夫なんですが、特にシュワッとなっているものから優先的にしっかりお水をあげましょう。そしてそのシュワッとなっている状態、多肉たちによってちょっと異なります。ですが大体同じなんですね。それぞれ見てみましょう。まずは植え替えのために抜いていた、こちらどうでしょう、ペディラントイです。もう文字通りシュワシュワですね。シュワシュワ、葉っぱがキュッと立ってシュワシュワ、この状態はお水切れ。まあ土がないんで当然お水切れなんですが、続いて見てみましょう。こちらステイナかけるさらしめボタンもお水が切れるとこんな感じ。こちらも土がないのでシュワッとなっております。増やすためにカットしたものですね。シュワッとなっております。こちらもしっかりお水が切れてシュワシュワの紅チゴ、シュワチゴですね。シュワチゴ、こうなってからお水をあげてもふっくらします。大丈夫。ちょっと寒いところにいたのでお水を控えておりました。でも気温が上がったのでバッチリお水をあげます。ふっくらしている紅苺はこんな状態。こちらも気温が上がってくるとグリングリンします。まもなく増やし頃。以上のように比較的葉数が少ないものや葉が大きなものはシュワッとなったらお水をあげる、とても分かりやすいです。実際に葉っぱがシュワシュワするんですね。ところがこのように葉っぱが多くて小さいもの、シュワッとなっている状態、分かりにくいんじゃないですか。はい、分かりにくいです。ですが葉っぱがキュッと閉じるんですね。キュッと閉じる。それでは見てみましょう。アップで見るとこのようにキュッとなってますね。キュッコロキュッコロですね。小さな葉っぱのセダムたちはキュッコロとなります。それではこちらのお水が多い時どうですかと言いますと、こちらにお水をあげるとこんな感じです。ちょっと膨れてますね。ちょっと膨れてます。ですがこれでもまだまだお水がちょっと切れている、そんな状態ですね。真冬ならこの状態になるまでお水をあげなくて大丈夫ですが、春先ならこの状態で土がしっかり乾いていればあげて大丈夫です。そしてあげるとはい、こんな感じ、ふわっふわですね。春の後半、夏の近くになるとこの葉っぱもくさくさのふわっふわになります。その頃めちゃくちゃ増やし頃。パープルヘイズなどもキュッと閉じていますね。キュッと閉じている。こちらもお水をあげるとふわっとふわっと広がります。まだまだ日中と朝晩の気温差がある方、お水をちょっと切り気味に育てるとパーポーチャンスですね。パーポーチャンス、まだまだ紫チャンスはあるので紫を楽しんでも大丈夫。ここからが大切なことなのですが、最低気温が5度以上、最高気温が20度ぐらいになるとなんと絶好調なフィーバータイムです。なのであまり状態を気にせず、土がしっかり乾いたらお水をあげるで大丈夫なんですね。もちろんお水をあげ忘れても枯れたりすることは全然ありません。お水を切り気味にキュッと育っても大丈夫です。もり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 育ったり、この春葉差しに挑戦してみようかなとか、株分けして増やしてみようかな、今のうちにもりもり大きくしようかな、そんな方はしっかり土が乾いたらお水をあげるで大丈夫です。お水をあげればあげるほどどん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 大きくなるので、もっともっと
どん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 毎日あげてもいいんじゃない、そんな気持ちにさえなるんですが、お水をあげすぎるとぐん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 大きくなりすぎて、ちょっと夏に弱い株になってしまうので、お水を切ることも大事です。なのでしっかり乾いたらお水をあげるで大丈夫ですね。優しさだけの愛情は多分甘やかし。時々お水を切って丈夫に育ってあげましょう。それでは実際お水をあげてみましょう。こちらのセダムにお水をあげます。こちらは斑入りのパリダムですね。いきます。こんな感じ。はい、しっかりお水が出るまであげて、さらにあげます。はい、こんな感じですね。鉢底からお水もしっかり出ました。これで大丈夫ですと思いきやです、春の水やりもっとたくさんあげて大丈夫ですね。実は土がお水を吸収するまでにちょっと時間がかかるんですね。なので今こちら手に持ってわかるんですが、あまり重くなっておりません。ちょっとオープンしてみましょう。いきます。はい、オープン。しっかり水分を吸って濡れています。色が変わっておりますね。ところがぐるっと一周回ってみると、はい、この辺乾いておりますね。ちょっとおすすめできないのですが、日頃はする必要ないのですが、オープンしたいと思います。この状態からオープンしてみると、あんなにお水をあげたのにどうでしょう。全然濡れておりません。湿っておりませんね。鉢底からたっぷりお水が出るほど2回もお水をあげたのに、このようにサラッサラです。サラッサラのカサカサですね。まだまだお水欲しいよう状態ですね。はい、クローズします。そしてイン。今の状態から株分けして植え替えてもりもり増やしても全然大丈夫です。そして春ならこんなことしても全然平気。おすすめはしませんが、そしてお水をあげます。なのでさらにゆっくりお水をあげて、ザブ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 あげていきますね。シャワーなどでザーッとあげて、多肉たちがお水を吸うのをゆっくり待ってあげて、土がお水を蓄えるのをゆっくり待ってあげて、またあげる。こんな感じですね。はい、しっかり重くなっております。もうこれオープンせずとも中までしっかり水が入っているのは分かるんですが、オープンします。いきますよ。こちらが画面で伝わるか心配ですが、いきますよ。はい、中までしっかり濡れていない。ほとんど濡れてるんですけど、まだ中心が濡れてないですね。ですが今お水をあげたばかりなので中までお水が染み込んでないんですが、時間とともに染み込むのであのぐらいは大丈夫です。まあ、ついでなんであげます。はい、こんな感じ。春のお水やりたくさんで大丈夫。特にこういった成熟した株ですね。しっかり色づいた成熟した株、根っこもバッチリ張っております。こういった株はなかなかお水を吸わないのでしっかりあげます。はい、あげました。結構重くなりましたね。こちらは土をオープンして確認しなくてももう手にお水の重さがしっかりと伝わってきて大丈夫ですね。日に日にふっくらふわふわになっていきます。先ほどのシュワチゴのようにシュワシュワになっている場合、腰水しても大丈夫です。こんな感じですね。そしてお水を入れて、鉢底が 2,3 センチ浸かるようにお水をつけて一晩置けばしっかりお水を吸いますね。なのであっという間にふっくら紅しごになります。ちょっと元気がなくて心配な時はリキ出す活力剤を入れてあげるのおすすめ。なんたってリキが出ますね。おっす、リキ出す。続いてこちら、こちらはセダムのそよ風の天使なのですが、こちらトレーにビニールをして腰水をしました。どうでしょう、シュワシュワだったそよ風の天使がふっくらつぶつぶしております。小さなお花たちもゆらゆら揺れて、まるでそよ風の天使、まあ、名前の通りですね。ところがご覧ください、こちらとこちらに色がグリーングリーンしていないものがあります。ちょっと取り上げてみましょう。どうでしょう、
春にお水をしっかりあげて干し水をしてもなかなか元気になりません。そういった状態のつぶつぶ多肉たちが時々現れることがあります。そういった場合、根に少し異常がある場合がありません。お水をあげても元気が出ないつぶつぶ多肉を見かけたら植え替えおすすめ。近いうちに春の植え替え動画をお届けしますのでお楽しみに。ということで今回は春の楽しい水やりをお届けしました。ちょっとお伝えし忘れていたのですが、葉差しの水やりたちも結構たっぷりあげて大丈夫です。もちろん環境にもよるのですが、日中の気温が35度以上になる簡易ハウスなどで育っている方、もしくはちゃんとしたハウスで育っている方はお水やり根の量に合わせてあげた方がいいのですが、最低気温が5度以上、最高気温が20度ぐらいならたっぷりあげて大丈夫です。こういった状態の葉差したちに優しいお水をとろーっととろーっとあげる感じですね。まあ、赤ちゃん多肉だからって哺乳瓶みたいなものであげる必要はありません。優しくお水が出る状態でとろーっとあげれば大丈夫。こういった小さな葉差しのばらまきも夏や冬ならお水を吸ってすぐ乾燥がおすすめなので、この辺ですね、根っこの量だけあげるのですが、春や秋超適宜なら結構お水たっぷりあげて大丈夫なのでご安心を。ただし春や秋でも日中の気温が35度以上になるような環境の方はいつも通り根の量に合わせてお水をあげましょう。どんどんお水を吸ってもりもり育つので、どんどんお水あげなきゃいけないというわけではありませんので、お水が切れても大丈夫。春はお仕事などは忙しい方、慌てなくても大丈夫です。晴れた日の続く暖かい午前中にお水たっぷりあげて春を楽しみましょう。